今エイが海面で盛ってました。海面で盛るんですね。ここら辺はね、よくね網が上がらなくなるんですよね。天秤竿ももう100本以上曲げてます、この辺で。かけた狙いの方が良かったかな。いつものとこで、ここでは結構見えてたんですけど、もうどこにいるか分かりません。イカもいませんね。金庫だいぶ綱を絞ってやったんですけど、それでも挟まって。今日もいろいろうろうろしてみましょう。汚れましたね。小川が残ってたんかな。もうエイの声しか聞こえませんけど、出してない。大きいこっちもいるし、やっぱり日が暮れるとちょっと入りが違いますね。まだ薄焼けですけど、より島
狙えていうか。わ、結構おるなここ。イカ取りながらガラ拾うか、赤ゲタ取りながらガラ拾うかの選択のようです。あ、でもガラ多いなここ。この枠多いかな。プリプリ本当美味しいですよねこれ。冬のイメージだったんですけどね、昔より。ほんと見なくなりましたね。この間動画で一つシェアしましたけど、それよりもさらにでかいですね。本当にここね、石が入ってるわ。こうか、石が入ってるんですよね。何なんですかねこれ。何のために入れてるんでしょう、石があれは。ナイス。しょっちゅうなんですが船止まりました。もう曲がってない、よかった。シャリも食ってない、助かりました。やたらもっこりしてますけど、なんでしょうかね。はいいっぽいですね。また行くか。
方も入り出しましたね。でもまあ多分上り返しだけでしょうね。上りが走り出したらもう入らんくなるでしょう。上り返しですけど、ちょっとフグ狙ってみましょうかね。可能性低いですけど。ありました。ちょっとでも痩せてるな。もう離したんかな。ありますね、白子。胸まで来てますね、これ。どこ右手が使えるかどうか。よいしょ。ボーナスタイム終わりましたね。チーム増えたし。もうでもカニは入りますね。これでおこぜにまでやられたらもう最悪です。きつい。ジョバチェンジしました。昔はここの筋に大きいのがゴロゴロいたんですけど、3年前の高水温から
大きいの見なくなりましたね。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。瑞泉高田市場、鳥取県のお酒だそうです。視聴者さんからいただきました。鳥取のお酒初めて飲みます。お疲れ様です。いただきます。おお、すっきり、めちゃんこすっきりですね。酸味がありますね。なんぼでもいけそう。やばい、これ甘い感じはなく、辛口かといえばそうでもない。なんか酸味の後に何か来る、何かはちょっと表現しようがない。ツヤっとした感じですね。でもあのぬるっとした感じの酒じゃなくて、こうさらりとしたすっきりしたお酒です。今日はエイを風に撮ってみました。1年半前にエイマーマレード煮が美味しいですよというコメントをいただきまして、1年越しの料理となります。エイをマーマレードで煮てみました。もう食べる前からなんとなく美味しいのがもう想像つきますね。これ、まあ、あの豚の角煮みたいなもんですもんね。いただきます。あ、うまい。もうエイザシン、口に入れた瞬間うまい。これはあのお店で出せれるレベル。エイの歯ごたえと、これ醤油も入れたらな、もちろん、うん、マーマレードと醤油。ゆずり葉食堂でこれ料理出すと、多分食べた人びっくりするんじゃないかな。エイってこんなに美味しいんじゃないかなと思っていただけるんじゃないかと思います。これただあえてですけど、一つだけ残念なことを取り上げると、エイの味が消えちゃってることですね。これだけやっぱマーマレードと醤油漬け込んでますから。でもですね、本当にこれはかなり美味しいです。ちなみに唐揚げも作ってます。唐揚げはやっぱりあれでしょう、しょっぱい塩とか苦い塩がいいと思うんで、月の雫の塩、苦い塩なんですよね。奥田シェフプロデュースの塩です。これでいただきたいと思います。うんうん、まあ、これは皆さんも想像つくと思いますけど、まあ、余裕でメニューで出せれますね。当然これだとエイの味が残ってて、この食材のその味をこう塩で楽しむ感じですけど、このマーマレードにはちょっと負けてないぐらい美味しいですね。食材の味が好きな人なんですけど、自分はこれちょっとあの醤油を変えてやってみたいですね。より島の、もちろんより島の醤油を使ってやってるんですけど、より島の醤油って甘いんですよね。いや、マーマレードがそもそも甘いんで、どっちかというとコクのあるような醤油、甘さがないコクのあるような醤油でちょっとやってみたいですね。これそっちの方が多分合うと思います。まあ、例えば小豆島、あとは東北の方のやつですかね。マーマレード煮を教えてくださってありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。あ、ちなみに普通の煮付けもやってます。この煮付けが美味しいっていうコメントも結構いただいたんですよね。うん、あのもちろん美味しいです。でもやっぱりちょっとマーマレード煮がちょっと美味しすぎるかな。これは今日の中ではもう教えてくださったこれが優勝でした。Come on.